かさ、ね、この腕に引っ掛けられる、これはいいね。じゃあじゃあじゃあ日がさないとちょっとつらいから、あ、見て見て、花と光のムーブメント、7月14日金曜日から8月13日じゃあじゃあじゃあ葛西臨海公園かけるひまわり、見えるかな。はい、点灯がね、18時半から21時までライトアップしてんだね。ね、すごい。8月13日の日曜日までやってるそうです。あれ、見て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 、このひまわりのライトアップだ。これ見て見て、ひまわりの絵が描いてある。ほら、じゃーん。わ、夕方楽しみだね。こだこだ。じゃーん、ひまわりのライトアップずっとあるね。ほら、すごい。このメインストリートにあるね。わー、楽しみだね。はい、ちょっと待ってね。じゃ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 ん。うお、あ、かわいいな、ひまわり。うお。ほら。
り。じゃじゃじゃーん。めっちゃめっちゃかわいいです。じゃーん。ちょっと待ってね、なんかすごいね今日。やっぱさすが3連休だね。めっちゃ混んでる。これでいいかな。よっしゃ、ほら、ここにもひまわりのライトアップがある。おー、かわいい。おー、楽しみだね。このメインストリートにね、ひまわりのライトアップが置いてある。うわ、暑い。じゃじゃじゃーん。結構風も強いし、日差しも強いので、やっぱね、日傘ささないと腕がね、日焼けしてじり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 日焼けが結構。わあ、綺麗、かわいい。こんな感じで見て見て、ここのほら、あそこの展望台、クリスタルビューに向かってこのね、ライトアップがしてある。今年はほら、都のさ、公園ができて150周年、あ、都立公園150周年なんだよね。それを記念してこのひまわりのライトアップもされてるそうです。わー、あ、かわいい。うわ、すごい。今日はパッドレインも大人気。じゃじゃじゃーん。はい、パッドレイン、どうかな。ちょっと待ってね、はい、こんな感じで映ったかな。はい、こんな感じで大丈夫かな。うわー、あっつい。あ、今日はね、屋台もいっぱい出てるね。あ、すごいすごい。やっぱ3連休だけあって、あのキッチンカーと、キッチンカーがね、いっぱい出てる。うわー、すごーい。かき氷屋さんと、あのなんだっけ、ホットドッグ屋さんと、あ、もうすごい並んでる。じゃあ、あ、ひまわりかわいいひまわりかわいい。じゃーん、チャーシューもりもり、腹いっぱい、ジャンクの味、サラダラップ、あー、すいません、サラダラップ屋さん。じゃーん、海洋アジナの絆、ケバブサンド、あ、ケバブ屋さん、ケバブ屋さん大人気じゃ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 ーん。あ、すいません。あ、たい焼き屋さん、あ、かわいい。ここは何屋さん。ココナッツチキンカレー、アボカド、フルーツ飴、リンゴ飴があるね。すごい、焼きそばもあるよ。ここは何、唐揚げ屋さん、かき氷屋さん、あ、炭焼き肉屋さん、
あ、DJ が出てる。ね、素敵だね。ちょっと待ってね。こんな感じ。すごいよね。うわ、すごい。いいね。なうわー、癒されるわ。うわー、すごい素敵。あ、芝生もいいね。綺麗ね。あ、少し咲いてるひまわり。おー、ななな、この間来た時は植えてたね。おお、綺麗、結構咲いてる。おお、あ、これは素敵だわ。あ、来てよかった。あ、トンボ。ほら、かわいい。これはかわいいわ。よいしょ。あ、すいません。うわ、かわいい。じゃじゃじゃん、取れたかな。あー、すいません。こんな感じ。かわいい。間違えた。これでこのくらいかな。
この辺かな、どうだろう。あ、すいません、じゃん、見えてる？ちょっと待って、はい、ハロー YouTube リングです、じゃじゃーん、ハローインスタ、見えてる？すっごい綺麗、うわこんな感じ、よいしょ、あ、これは綺麗だわ、ちょっと待って、どうだろう、いけるね、どうだろう、こうかな、もう少しかな、難しいな、あ、そっか、イエイ、ちょっと待って、よし、めっちゃ綺麗、見えてるかな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、あっつい、ちょっと待ってね、こうか、見えてるかな、ちょっと待ってね、こんな感じ、うわぁ、まぶしい、見えてるかな、すごい綺麗、ちょっと待って、もう最高、最高、ちょっと待って、これはすごい、めっちゃ綺麗、はい、嬉しいな、
今年もひまわりが咲いてくれてめっちゃ嬉しいです。うわー、綺麗。ここのひまわりは4種類のね、ひまわりがあるそうですよ。じゃ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 ーん。じゃあ見えてるかな。よっしゃ、わあ綺麗。あ、こっち側はねまた大きいひまわり。待ってね。ああ綺麗。一周早すぎんだよね。すっごい綺麗です。見えるかな。めっちゃ綺麗だよね。ほら、すっごい綺麗。あ、最高だわ。ぜひね皆さん、海行く前にひまわり畑見にいらしてください。最高最高ね、最高です。超綺麗。わあ綺麗。あ、あっちはかわいい。さあ行くよ。あ、かわいい。こんな感じで。あ、ちょっと風出てきちゃった。変えてしまえば果てしない音楽かもと。こんな感じ。こんな感じで、よいしょ。まだね、ひまわりこのくらいだけだね、咲いてるの。あ、でも素敵素敵。お、最高。わー、もうね、次々と咲いてきてるので、皆さんね、ぜひいらしてください。わー、素敵。暑い。かわいい。うお、ちょっと待ってね。それでそこの、じゃ向こう側まで咲いてないから、こっち行っちゃうか。じゃ暑い。うわぁ、よっしゃ、めっちゃ暑いです。はあ、こんな感じでね、すごい綺麗。じゃじゃじゃーん。This is Kasai Rinkai Park and we'll なんだっけ、フェリーウェールだ。大観覧車。それで、サンフロエフィールド。そう、ひまわり畑。ひまわり畑、サンフラワーフィールドです。
very nice, very cute. すごい可愛かった。もう、ほんとすごい素敵。ぜひね、皆さん写真撮りにいらしてください。よいしょ。あ、ここは猫影がちょっと涼しい。じゃーん。木陰に入るとね、風が心地よくって、軽井沢みたい。涼しいです。はい。あ、子供たちが水浴びしてる。じゃじゃじゃん。こんな感じでね。じゃあちょっと軽井沢っぽいでしょ、避暑地っぽいよね。はい、ここ This is barbecue field、 バーベキュー広場です。じゃじゃじゃー、はーい、じゃじゃーん。あ、ちょうちょいる。こんな感じ。うわー、バーベキューのいい匂い。炭の匂いがする。こんな感じでどっちからも行けます。こっちはスロープになってる。リングは助かるね、スロープは。じゃーん。それなーに、セミ、まあ、抜け殻。あ、抜け殻、ちょっと見せて。いい、おー、すごい、ありがとう。すごいね、セミの抜け殻。どうもー。すごい、セミの抜け殻。ってことはもうセミいるのか。なんかセミの言われてみればセミの声が聞こえる。じゃん、じゃ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 ん。すごい本格的。うわー、すごい。じゃ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 ん。もうおにぎわいです。すごい、もう本格的。みんな、皆さんすごいです。じゃあ、1ヶ月前から要予約だそうです。おう、じゃあ、熱い。じゃあ西渚行こっか。暑い。わあ、今日はね、めちゃめちゃいいお天気で、3連休の中日ということもあって、たくさんのね、家族連れでにぎわってます。じゃーん。あっつい。あ、お、風が結構強いね。じゃじゃじゃーん。あっつい。じゃあそこに売店あります。あ、風が強いので傘閉じるわ。暑い。うわー、おー、いい風、いい風。木陰に入るとね、ほんと気持ちいいのよね、風が。もう日向はちょっと風が強すぎちゃって、じゃ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 、焼ける焼ける。うわー、こんな感じでめっちゃ綺麗でーす。じゃーん。
暑い。あ、パンダちゃんの絵が描いて、じゃじゃじゃーん。はい、キッチンカーでーす。じゃ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 ーん。タピオカとか、あ、ハットクがあるね。ハットクチーズボール、かき氷、アイスコーヒーとか、レインボーフラッペがあるよ。じゃーん。うわ、暑い。あ、今海祭りやってんだ。すごい。じゃじゃじゃーん。あ、ここの黄色いお花も咲いたね。里海祭り。へー、はい、里海祭りだそうです。合ってる？じゃじゃん。おー、おー、風が強い。おー、風が強い。あー、前進めるかな。よいしょ。でもなんか海で遊べていいね。これは子供たち大喜び。じゃじゃーん。あ、すごい。じゃーん。これ場所がないから大変だね。じゃーん。おー、すごい。おー、着いたー。はーい、こんな感じでーす。わー、最高最高。
で子供たちが遊んでます。赤クラゲに注意。あ、遊泳はね、10時から16時までは OK だそうです。赤エイがいるみたいなので赤エイには注意してくださいとのことです。よかったね。16時、葛西海浜公園西なぎさ遊泳ゾーン、あ、はい、泳いでもいいそうです。43日間、あ、2023年も43日間無料開放してます。はい、はい、西なぎさ、43日間海水浴できます。10時から16時まで、海水浴 OK だそうです。イエーイ。はい、ということでね、葛西の海は遠浅で結構遠くまで行っても大丈夫なんですけど、ちょっとね、場所によっては
なってるところや、あとつまずきやすいところ、岩場とかそういうところはね、気をつけて泳いでくださいとのことです。あと、赤エイがいたりとかするので、赤エイとかにも気をつけて泳いでくださいとのことです。はい、じゃあねずっと作ってた花壇なんですけど、ここクリスタルビューに向かってじゃーん完成してまーすね。すごいね。なんかね、あの花火をデ今年も花火をデザインしてくれてるそうです。最高。すごい綺麗。あ、あそこひまわりがある。これは最高だね。じゃじゃじゃ、あ、すいません。あ、すいません。ごめんなさい。はい、ありがとう。すいません。すいません。はい、めっちゃ綺麗です。じゃあ、もうね、ぜひね、皆さん、来てみてください。あの、葛西臨海公園の花壇。超綺麗。すごい美しいです。これあのクリスタルビューから見るとね、もっと全体が見えると思うので、もっと綺麗だと思う。じゃあ、ちょっと待ってね。うお。あ、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 ありがとう。うびっくりした。うわ、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 うごめんなさい。知らないで狭い方来ちゃった。大きい方じゃないとダメなんだよね。とっちゃ、あ、嬉しい。にちにちそう、かわいい。ペチュニア、こっちにはね赤いペチュニアが咲いてる。あ、かわいい。
リーベリーキュートベリーナイス。はい、わあすごいわ。あ、ここピンクのペチュニアかわいい。あとあれなんだっけ、なんていうんだっけ、かわいい、あのマリーゴールドみたいなやつ、ピンクの糸絵の名前がちょっとわかんないです。うわかわいい、ペチュニア、じゃ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 。あ、やっぱねファミリーの皆さんが多いね、すごくね、かわいい、すごい綺麗、うわ最高。こんな感じ、イエーイ。最高。あ、すいません。超綺麗。じゃ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 ん。ぜひね、皆さん、いらしてください。最高。最高。イエイ。はい。ありがとう。じゃあね。バイバイ。じゃじゃじゃーん、ほんと綺麗だわ、花壇。じゃーん、これマリーゴールド、じゃじゃんじゃん、ほら綺麗だねー、わー最高。熱い、じゃじゃじゃーん。あ、展望広場。あ、そうだ、展望広場って言うんだね。展望広場デザイン花壇。7月14日から11月中旬頃まで。この花壇は東京湾の水面に映る花火をイメージしてデザインしました。こんな感じ。なんかね、あ、赤いのがね、アマランサス。黄色と赤がアマランサスで、ケイトとジニア、あ、わかった、ジニアだ、ジニア。黄色、赤、だいだい、桃、ニチニチソウ、ブルーサルビア、ペチュニア、ペンタス、マリーゴールド、メランポジウム、あ、あれメランポジウムっていうの、ルドベキア、メランポジウムとルドベキアが覚えらんない。ちょっと待って、これメランポジウムとルドベキア、ブルーサルビアとニチニチソウ、あとジニアだ、ジニアも覚えられなかったんだ、ジニア、ケイトウ、アマランサス、それとマリーゴールドとペンタスとペチュニア。現在地点がこんな感じで、こんな感じ、わあ最高ね。最高最高、ほんと最高。エビバディ葛西臨海パークよろしく。はい、展望広場デザイン花壇よろしく。はい、 OK。 はい、フラワーベッド is amazing、 最高。じゃあねー。Yeah.
くにね、ヘリコプターが飛んできたのよ。映ったかな？わかんない。映ってなかったらごめん。あ、水上バス通ってる。そうだ、1週間に1回、週末だけ水上バス来るんだよね、ここ。確か週末だけだったような気がするな。じゃ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 ん。はい、展望広場でーす。じゃーん。うん、気持ちいい。なんかね。カフェでーす。じゃーん。いけていけて、あー、足に石が入った。痛い。あ、取れた。じゃ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 ーん。ワッフルサンデー。ピクニックセットなどいろいろあります。